アメリカの原子力規制委員会は福島第一原発の事故を受けて一部の原発の格納容器内の圧力を下げるベント装置に放射性物質を抑えるフィルターの設置を義務付けることを提案していましたしかし追加費用がかさむことから電力業界からの強い反発を受けていて義務付けの先送りを決定しました So、マグウッド委員はフィルター設置について緊急を要する対策ではないと指摘し時間をかけてルール作りに取り組むと述べましたまた日本の原子力規制委員会については最善を尽くしていると評価し引き続き協力体制を取っていくことを強調しました